2番のプレイヤーは発言してください。レノサです。レノサです。はい。えー、っと、ちょっとまだごめんなさい整理。4番さんがレノで、えー、っと1番さんかな。1番さんがまずマークつけられないや。8番白ですね。はい。了解です。えー、っと5番さんが ろはい、かなり遅かったですね理由言ってほしいですねで霊能対抗出てるってことなのでえー、っとしっかり精査してほしいですねうんオオカミでロケットで出るっていうのもちょっと考えづらいので対抗、まあのことは強人でみようかなと思ってます霊能はね釣れることが多いと思うんですけどしっかり精査して本当にんじゃないと思った方を釣ってください2周目しっかり話します1番 のプレイヤーは発言してください5が結構遅れて出たことから9オカミ5強陣も終えるのですが、まあ、このケースほとんど占い師がオオカミに出てるケースがほとんどなので現時点では5番オオカミで4級どちらかに強陣がいるという場面で追っています。うん、だという,うことでどうもないかな。 えっと1つ提案なんですけど、狩猟ドが出るか出ないかっていうのは狩猟ドにお任せしませんかねなんか狩猟ドが完璧に潜伏できてるのに、カリハラしてしまって、カリハラ。狩猟ドの努力が水の泡っていうのこが,があるので、まあ出るに越したことはないんですけども、本当に出るに越したことはないんですけども、これ以上狩猟ドの発言をする。 ことをやめませんかっていうふうに提案したいですしに任せませんかっていうう提案ですどうですどしょうか, 2>, かです 2>, ?2 番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。うん、私も一番さんの意見に賛成かなというふうに思っております。うん、役職者の方は役職者の方の動きでいいんじゃないかなというふうに思っています。うん、そうですね。え占い例の内訳ですけど、 霊能は、心、う、境、ん、かな。で、5番さんが、現時点では、ローに見えるかな。まあ、発言聞いてみないと分かんないというところなんですけどね。うん、まあ、でも、あの、9番さん早めにできたから、4番さんがって言ってたんですけど、まあ、1が死んだと考えると、九のローもあるんかなっていうふうには思っております。うん、どうなんかな。 まあ4番さん5番さんの話も聞いて、あとグレーの話も聞いてからまた精査していきたいと思っております。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。えっ、ー、と、まずちょっと気になったのは、一番さん、カリウドに、えー、お任せしませんかじゃなくて、真の占い師だったら、お任せしますって言い切っても俺は良かったな気はするけどね。真の占い師だったらね。 そこはある意味、占い師の特権でもあるから、そこはちょっと印象悪いかなっていう感じはあった。<ー>ただ別に偽かどうかっていうのはまだわかんないから。心っぽくない。っていう感じかな。2万んに関しては色落ちなしで、9万んは94と。確かに9万さん一わり、5番さんが遅かったんだよね。そこはちょろっとでも気にはなった。まあ理由をちょっと言ってもらいたいかな。そこは9万んに便乗します。便乗です。便乗。 っていうぐらいかな特にあとは進行論もないかな。進行論別にオカミさんでも言えるしねっていうところ、4番まします。4番のプレイヤーは発言してください。うん、はい、えー、22進行やね。<laughs> で、えー、対抗9番ね、うん、どう見るか。うん、まあ、強人やろうね、うん、というふうに思っている。うんうん、で、 オオカやったら一番最初に出るたよね、9番が。うん。様子見るやろうと思うからね。うん。教授やったら出やすいよね、っていうところ。で、5番さん、5番さんちょっと遅かった。うん。それは確かに気になるね。うん。で、1番、うーん。1番ね。うん。俺、白出してんやけどね。うん。まあ、特にね、今は、うん、分からへんっていうところだよね。うん。まあ狩、狩り、の発言をやめるか。うん。占い師やったら狩り出して、占い師狭めてない。しかも、俺ね、刺さってもうてるからな、白が。 というのもちょっと気になったかなってとこ。あと2番ね。2番が、え ?5 番ロー。で、9番ローも追っかけるって言うね、うん。そうなんやと思った、うん。ちょっと気になってね、それは。んで、えー、さんまさん、1が印象悪い。うん。弱ーしいってことだね、1番が。うん、自分が深夜やっ強く言ってほしい。うん。確かにそれはあるよね。うん、自分が決めてもええぐらいはね。うん。自分が占いしにくい。うん。 白アッパ国というか、占い師を狭みたい意味では出したい。うん。っていうのもあるし、占いそれぞれ。けど、俺占いだったら普通、彼に出,出てほしいなと思うんだけどね、うん。そこは貯金だった。うん。そうやね。うん。太鼓の5番さん、うん、の発言聞いてね、イチゴの精査をしたい。うん。ほんで、えー、霊媒、えー、霊能か。霊能の9は、うん、今のとこは狂人と見てるから、出るのが早い。様子見ながら出たんやったら、人狼っていう風にはね、捉えたけど。まあ、一番最初に出たっていうところね。 強人の可能性が高いと俺は思っているっていうところ。では、ええー、ごまさんに回します。五番。うん。のプレイヤーは発言してください。はい、五番占い師を八番が白です。なんだろう、席が隣なのに。四番さんの話がこう、どうもこう入ってきませんでしたね。ね <laughs> えーっと、あ、誰だっけ。九んにお答えしよう。占い師様が遅かった。確かにその通り、チャットを用意していなかった。 というだけですね一番さんとちょっとお話ししようかな、対抗なんだけれども、一番さんがちょっとでも五強九郎なんてものを追っていたけれども、一番さん、僕の席で強人の立場になってください。九白打ちませんかっていうところなんですね。あと、二番さんが僕を狼軸で追うんだったら、うんともうちょっと発言できることあったよね。例えば、遅れて出てきて、相方に白を打つのは、いかにも怪しいから、あじゃ白なんじゃないか。 僕は信用しないのでそこまで考える必要はありません6番、のプレイヤーはさい、うん、ロケット仕様が信境99%だと思っているから、霊能じゃなくて俺はグレーから釣りたいと思っている。でね、グレーから釣るけどカリウドは出なくていいと思う。圧倒的に黒い位置が一つあるので、2番さん、今日絶対2番さんから行きたいです。<ー> 2>, 2番さんはね、わ <laughs> からない。発言が聞かないとわからないって言ったのに、5が狼に見える。うん Q4 は信教だと思うけど、1の発言が聞いたから狼にも見えるけど、話を聞かないと分からない。え、何を言ってるのと思ったわ分かん、かんなくないじゃん,、うん。全然言ってるのに分からないんでしょ。え <laughs>、見えてるけど分からないことにしたの。2>, うん2番さん分からないって言ってる割にさ、大便乗してたよね、いろいろな位置に。<laughs> いろいろな位置っていうか、主に1に。分からない割には1と LINE を結んだの。 なんか微妙に。でも別に2号の1号は両方別に何だろうな <laughs>。わからないけど明らかにあなたは一番さんの話に従って一番さんを新目で見てるじゃん。じゃあなんで一番さん新目に言わないのって思ったけどね俺は。だから12オオカミなのかなっていうふうに思って別に1号の発言でそんなに差はないけど2の発言が1とのラインを見せるものだったから。 1>, <laughs> 1が、新芽がちょっと下がったのかなっていう風な感じで、3番さんは2番さんに全く突っ込むことなく、1番さんの狩人に任せませんかって、そこが弱々しい。俺は全然思わなかったけどね、弱々しいならそもそもそんな発言すら出ないでしょ。狩人の自由なのはもともとなんだから。っていう風に思ったかな。9-4の精査はついてないかな。だからグレーに行きたいかな。だからグレー。だからロラシロって意見もあると思うけど新居ほぼ確定だと思ってるから、俺はグレーだやし、2番釣りを押します。 7番のプレイヤーは、発言してください6番さん、そうですか。自分6番さんがそういう発言していると、6番強人の振動振動も十分にありえると思うから、絶対的にレイローラしたいですねうん。で、2番さんの引っかかる点は、えっとね、2番さんは5番が遅れて出てきたから、えー、6番、人狼っぽいなっていったんですよね。えっと、あ5番がで遅れて出てきたから。 5番さんが遅れて出てきた場合、遅れて出てきたことを2戦目で見る場合って、1番さんが懸念していた通り、5番さんは強人の目線になると思うんですよね。だって、オオカミがわざわざ、えー、と占い師を決めているのに遅れて出てくる理由がないから、5、まあ、番さんが言っていた通り、5番さんが本当にチャットを用意していないなら、それがもう、真偽さの確かめようもないので、あれなんですか、5番さんが強人なら遅れて出てきた理由として、盤面が。 えー、霊能が、狼が出ていて、えー、占いが確定され、するのを避けたっていう風な視点になるので、一番さんの懸念はまっとうだと思うし、五番さんを遅れて出てきたことを理由に偽目で見るなら、狂人で見ないと、一番おかしいと思っていますかね。うん、そんなところかな。2、4、えー、9、4に関しては全く、わかんないね。うん、五番さんが言ってた通り、4番の発言っていうのは、全然頭に入ってこないし。 1>, かな1号もそこまで5番が自分は遅れて出てきたのを理由に新芽が下がるということもまあないですただ6番の発言から、えー、6番強陣の新郎新郎の懸念もあるのでレイローラからいきますっていうところです8番のプレイヤーは発言してください はい発言しますすそうですね遅れてきたことなんですけど、チャット用意しなかったって、俺も普通にやらかしたことあるんで、そこに関してはまあフラットかなって思ってるんですけど、まあ、そうだな、5番さんからあんまり怪しい位置聞いてなくなかったかっていうふうには思っているんだけど、そこまで来て、あんまり前の人に触れてなさそうな印象があった。そうあと2番さんに関しては、俺も皆さんが思ってるように、あのなんだろう。 1あの、一進5、をいきなり追い出したっていうところは気にはなっていて、あと3番さんが1番さんに対して、あの、狩りだったら、狩りだったらじゃない、シング内だったら、普通その霊能にあの白が刺さっているんだから、狩りを出したいだろうっていう、そこの指摘は、まあ、いいなと思ってる。でも6番さんが怪しいよな、普通霊能だから、まあ、よっぽどじゃなかったら行きたいと思うはずだと思うんだけどな、たまにこういう人いるよねっていう話なんだけど、色が見えてるから、まあ2番さんが変なこと言っている。だから、まあ今日2番さんを、まあ、 気の人狼なのかなとかも思えてしまうんだけどどうなんだろうって今思ってます9番のプレイヤーは発言してください今日グレーから行くならに例の顔するなら4からつってください、まあ、4は強人だと思います私は強人で確定して見てることからね で、6番さんの言ってることはね、すごいなるほどなーと思いましたよ。7番さんそこに突っかかるんだと思いましたね。うん。6強人の新郎新郎まで追うんだったら、5が遅かった理由まで考えるべきだよね。5が遅かったのをどう見るべきなんだろう。5が狼熟で考えるんだったら、霊能と占い同時に出るはずだよね。4人パって出るはずだと思うんだけど、どういう視点なんだろうって感じで、5の考察、1の考察もするべきだし、4の考察、9の考察もした上でそれを言うんだったら納得だったけどね。 ただ時間が足りなかったのかなっていう印象だから2周目に行きたい。だから言って7は黒いとは感じなかった。6の指摘はまっとうだと思ったし、確かに2は黒いなと思った。3番の1に対する考察もすごい良かったなと思ってる。一号はまだ精査はついていない2周目しか、この後の発言に注目だね。<番>60秒むず。3番の1に対する考察が良かったんですね。今日9番さんに行きたいと思います。 よかったよプラス、えー、っと、あまりにも上げ足取りが過ぎないですかね、7番さん2番さんっていうのは、あくまでも、えー、1号どちらかろうっていう視点を持って、また後から出てきたことによって、5番の2攻めを追ったんですよね。確かに、強靭を追わないといけないっていうことをおっしゃってますが、じゃあ、強靭を追ったことによって、何になるんでしょうか。その発言のプロセスを踏むことによって、どうなるんでしょうか。 5番を2戦目って言ってる、追ってることに対して2番の発言っていうのは変わりはないと思うから別に。でしかも7番視点も5番っていうのは結局は狼で追ってた、追ってましたよね。であるから7球の2への殴りって非常に不適切だと思うんだけど、9に関しては2の黒要素拾ってなかったんですけど。だったりから猛烈に9に行きたい。 6番にも言えるかな。ただ6番に関しては、自分から言ってるから、7と6で比べたときに7の方が黒いと感じた。っていう考察。また6番に言いたいのは、給、え、与、ー、審議がつかない。恋がない、ね、と、6番さんが発見することによって、って私目線5が後から出てる状況でもありますから、全然盤面がわからなくなるので。 やめて欲しかったっていうのは本音ですね。一周回ってきたらグレー提案してもいいかなって思ってたので、って感じで今日は9番に思います。視点がむちゃくちゃです。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。うんえー、僕柱発言ではないですが、狩人ではなくソーラです。はい。 で、グレーから行って、私ずり、別にいいんじゃないですか。柱発言ではないですが、グレーから行く方がどうかなと思います。はい。僕も7番さんと視点が似てるんですよね。6番さんのその発言から進路進路あるのではないかなと思いました。6 5番さんが遅れたことからもね。うん。で、えー、別に盤面だけ見て、僕、発言を聞いてから精査しますと言ったのですが、うん、完全に僕が5番さんをローで、 あの思考をロックしているかのような発言ですよね、6番さん。で、グレーから行ってもいいということは自分から行かされてもいいということで。うん、6番さん強かなと思っております。って考えたときなんですよね。うん。うん、ののな,進路ならもっと生えてるだろういうふうには思っていますけどね。うん、だったら逆でしょ僕の方が遅くなるでしょ九9かな。うん。 もう1番さんと視点が見てた。9番さんはあまり特別な理由がなく、えー、僕を釣ろうとしたっていうところですよね。で、あと9と1が別陣営に感じるところから、えー、9号かなっていう感じですかね。振動振動なら。占いが先に出るでしょ。で、6番の行動があまりにもね、あの奇抜すぎてあの、3も7もね、ろうには見えないんですよね。 うん、相対的にかな。う三、んまあ、番さんが自転かな。以上です。三番のプレイヤーは発言してください。ん。今そこです。最後って俺を黒っぽいと思ったってこと？ ちょっとわかんなかったんだけど、まあ、い,いや、えっと、そう、2番さんごめん、その、スムラはちょっとやめてほしかったな。正直ね、2番さんがそれを言うまでは、6番さん、うん、もし6番さん、2番さん行きたいって最、さっき言ってたけど、もしカリウドだったらどうするっていうのも、正直あったんだよね、うん。もしカリウドだったらどうするか、ちょっと後でやっぱり理由を説明したい、えー、してもらいたいっていうのもあった。 でもやっぱ2番さんそれは言われちゃうとごめんけど釣り位置に上がっちゃう。で9番さんもそうだったけど2番さんを落としたとしても果たして黒が出るかどうかなんだよね。ちょっとそれも黒が出やすい位置やっぱ入れたいと思うんだよね。あ俺霊能、例のうから行きたいけどね。だとしたらまあ1 9回。9なのマジ 4番のプレイヤーは発言してください、はい、えー、1、2、3は9番にいてくれるのや。もうそれやったら全然、急ずりは。急ずりやったら俺は飲めるよ、うん。正直ね、俺、グレー行きたいなと思って。うん、このレ霊能のボロ雑巾にされるの。俺は筋肉はんなと思ってね。うん、俺は色を見たい、うん。霊能やからね、やっぱ色を見たい。 何もいろいろ見んとつられんのはい嫌、うん。9は俺、強人でね、正直追ってるよ。うん、あの、カミングアウト、早いところ、うん。そこをね、え、2番と7番は、進路進路で追ってんや。うんっていうのがちょっと気になったな。で、9番のね、言うてる、え、7番は進路進路で追ってる。でも、9番は、俺のこと、今日で見てんやろ。なんで7が黒く、黒く感じない。うん そこ気になるな。黒だとは思う。全然意見合ってないやんと思うけどね。<に>で、グレーのうちにやっぱ気になるのはね。意見違うから黒いっていうのもおかしい。振動振動を終わして、えー、言うたらグレーに名はかからようにしてんちゃうの、うんうん。っていうふうにちょっと思ったね。普通に27はね、うん <coughs>。で、あと2番の気になるところがね。37はローに見えないと言って最後、 グレーで言ったら3番があって、ちょっと矛盾してるやろ、3番が怪しいって言おうと思ったやろ。<laughs> それは矛盾してるやろと思った。うん、もう正直俺は2を釣りたいかな。辞典ななってとこやな。うん、でも、村が9行ってくれたいら俺は9釣りは全然伸べる。狂人、うん、の可能性は高いとは思ってるけどね。うんまあ、人狼釣りだったらラッキーくらいで9釣ってくれないら俺は9釣り伸、うん、べる、うん。正直9釣りやったら伸べる、うん。グレー行かんっていう流れで、霊能行くんやったら。っていうだけ言っておく。うん <laughs> 仕事としたいからね、やっぱ、例の、例のね、役所でもらえたところ、うん、絶対色見たいからね、仕事とはしたい、うん、そういうことよ。例のよくんだ、9行くんだ、9入れるわ。それでもし、グレー行くんやったら2入れるわ、以上。5番のプレ、まあ、678の発言しだいだけども、基本的には例のに投票するつもりで。 うんとまあ、2番っていうのはグレー釣りに対する過剰反応だったなと僕は感じました。で、3番の初秋の1へのつっかかり方から3、1の議論はあんまり見えないかなって現状は思ってます。で、なえー、と初秋1番にも行ったんだけれども、これ7番にも言いますが、5の強人を少しでも追うのは間違ってます。 なぜかというと、僕が占いで出る前、太鼓の1番が4に白を出していて、4が霊媒師王、9がその太鼓で霊媒師王でしたら、まあ、4、9の順番は知らんけれども、で5が強靭だとしたら、5から見えてる目線っていうのは、占いが一角していて、霊のに狼が出ていて、4に白が当たってるっていう状況なんですよ。それは9、白出さなきゃダメじゃない 強人としての行動はって思うけれどもねだから7番が、まあ、<laughs> 一番もなんだけれども、うん、とこの強人を追うっていうのは何にも考えずに考察してる風なことを喋ってるっていうのはちょっと人外目だと思います。6番に関しては特別ないです。基本的には霊能から釣るつもり。6番どっちつるの,どっちつるの 俺変わらず2番さん釣りたいですけどね、2番さん、新郎新郎を追ってるのにグレーが釣りたい、6番を釣りたいって言ったよね。あなた、巨人釣りたいんですか新郎新郎を追ってるなら役職の精査をもっとして、どっちが狼かっていう発言が出てもいいんじゃないの挙げくの旗にはスムラです、柱発言ではないですけど、こんなところ俺絶対残したくないですけどね、2番さん釣りたいです。うん、3番さんも黒が出たい、黒の位置を釣りたいって言って、結局レーロラでどっち釣りたいかも分からなかった。こうこもって ここもしっくりこないなって、ここも黒いなっていうふうに思ったけど、まあ2番さんかな。うん、9番さんの言うことが正しくて、新郎新郎で出るってことはさ、強人を潜伏させたいわけでしょ。だったら狼で話し合いがあるでしょ。5番さんが遅く出たから新郎新郎を追うの、ん。なんかそれは推理がめちゃくちゃじゃないかな。うん、でも9番さん、最後、3番さんの1番さんへの精査がまっとうだったっていう発言があったけど、なんか最後の捨て台リフにしては意味がわからなかった。どこがまっとうだったのかなっていうふうに思ったかな。 うん、2に釣れたら白出すしかない。2番さんも2番さん釣り飲めるんだよね。うん、2番さん行きましょうよ。うん、カーリウッドじゃないみたいですしね。はいうん、なんか自分から <laughs> 言いましたしね。はい。角黒になったったら、さあ2番さんがカーリウどうするのって言ってたけど、1周目ですから。1周目に行ってます。2番さんの発言残されて売れてる上にチャット信用もできるんだけどね。うん そこで2番さん一本釣りして、2周目だったら俺、投票先どこになるのって話になるけど、俺、2周目で変えられるからさ、そこを叩く人ってどうなの俺は1周目で明らかに2番さんが怪しかったから、2番さんを釣りたいっていう風な意見だっただけだけど、で9、四の審議も、まあ、9番さんの最後の発言はちょっと謎だったけど、3番さんの指摘だけね、新郎新郎に対する発言は、あなるほどなって、俺もそういう風に思うし、9、四でそんなに審議はまだつかないかなって思うから、明らかに黒い2番さんを釣ります。 7番のプレイヤーは発言してください自分、絶対的に霊能から行きたいんですけど、皆、えー、グレー釣りをしたいっていう人は、もうじゃあ、新郎新境、新境、新労どちらかで見てるってことですか、新郎新労を完全に否定できるっていうことですか、うん、6番さんの初週からのグレー釣りをしたいっていう発言、2番さんのスムラシオからの自分釣りを飲めるという発言を聞いた上えで、戦、え、況、ー、は100%ないという判断になるんですか。 2番さんで明らかにおかしかった点っていうのは、新郎新郎を追ってなお自分釣り飲める柱発言をしたということですね。新郎新郎だった場合って、初日にグレー釣り、しかもスムラ釣りというのは、進路進路だからどこに狼を追うのか言わないと、選挙を残して、グレー位置に選挙を残した上えで、新郎新郎を役職全部残すってことでしょローラーもかけられない状態にするっていうの。ああで 新郎新郎があった場合の一番濃いっていうのは、14の新郎新郎だと思いますよ、だから自分は4番さんから投票します<ー>ロケット CO の,、えー、CO の仕方のですね、1の4に白出しというのも見て、5番さんに言っておきますが、5番さんが強靭なら9番に白を打たないといけないっていうのは、強靭アピールとしてはそれが最も正しいでしょうが。 だから、それが何それを選択しなかったっていうだけのポストもありますよ。5番さんが遅れて出てきたことを理由に偽世目で見る場合は、5番さんは巨人で追うのが必要だと思います。別に私はその5番さんが遅れてきたことを理由に同行ううは見てないので、っていうのかなそれが9番さんへの回答にもなりますかね。5番さんが遅れてきたことを理由に偽世目で見る場合は、やっぱり巨人で見るのが正しいと思いますよ。で、私は、 新郎新郎を絶対的に否定できる場面ではないと思うので、4番さんから投票します。8番のプレイヤーは発言してください。新郎新郎とかってどれぐらいの確率であるんだろうな。<laughs> 本当に新郎新郎なんだったら7番さん、だいぶ白いと思うよなあ、うん。そうなったら6番の強示目がすごい高いってなるけど。 うん、まあ、2番さんの発言には確かに視点がちょっとおかしいなって思ってるところはあった。進路振動って言って、でも、なおかつ、その、なんだっけ、3番、7番釣りっていうのは、確かに、うん、おかしいとは思ったけど、いいうん、ここぐれ詰めとか言ってる6番。うん、俺、6とじゃなかったら、やっぱり例のから行きたいと思うんだよな。表を合わせるんだったら4番か。o あーまあ、7番さんでも結構、視点が広い。いいだから白いのか。 ああ、難しいな。3番さんなんか2周目結構考察量減ったように思ってたと画が気になってるんだけどな、うん。7番さんでも一番印象いいと思ってる。あ2番さんは実際俺も怪しいけど、今日は例のには行きたいです。ダメかな。4つれ。 四つり行こう。四番。Yes. ヒュー。四番のプレイヤーは発言してください。なんで俺な、意味がわからんわ。 うん。別にグレー入れたかとか、あの投票集まるから、7、8の発言聞いたら、これ4に集まるから、俺は9に入れたんよ、うん。なんでやねん。意味がわからんの。うん、やったー。正直ね、俺5、7あるかなと思う。一応オ多わスたよね。あ、まあ、難しろ。出そうな、うん。ないからね、そんなもん。さすがに、うん。俺は心霊能よ。うん。9番、強靭やからな。ま、あ、人狼もワンチャンあるけどね。この発言、何この、え、7, 7 8,、7、8、9? 6は2入れてくるだよな。うん。なんでこんなに問い集まんの誘導もええとこやろ。<laughs> 普通に。正直、この誘導、逆に新郎新動も終えるの。<laughs> 逆に、だから釣りに押したうん。5、5も9も入れてんやろ。うん。<laughs> あり得るな、正直。5、7もあるけどね、正直ね。狩りがどこにいるのかわかんないな。7。 いや、四黒はやめた方が良い,いしそうだよな。普通に4白出して僕の新名勝ち取った方がいいと思うけどな。新郎新郎は追えないでしょ。占い教授も追いづらいし。4白でいいよ。4黒出したら釣られちゃいそうだし新名勝ち取って、 PAP に持ち込んだ方がよさそう。 昨夜死んだのは5番5番番か六番のプレイヤーは発言してください,ださい、はい、1が8白で4が、まあ、9番3視点強人と。 え5が地がみするパターンってさ8が白以外さ理由なくな、ね、い5番さんがさ芯勝ち取ればいいだけの話だからもし1番さんが占って8が黒が出る場合5番さんを噛むことに意味があると思ってるでも8角白でしょ5番さん芯で噛まれたんじゃないじゃん1番さん釣りかなうん、まあ、91の順でもいいけどうん8白なんでしょ だっったたたら4に黒出した方が良かったかな俺は2番さんを激しく初日から釣りたかったけど4を釣った以上9釣らない進行はないと思うし5を噛む、うん、94を新教でしか置いてないから、うん、5を噛むってことは8を白く見せる以外の地紙はないと思ってるから5信1狼でもほぼ確定だと思ってるかなうんうん まあ別にでも9番視点1つっても1黒が出るに決まってるし別に1の占い結果もどうでもいいし91両方つってっていうふうな感じだけどまあ94については精査がついてないのと1番3については8白を出したことから間違いなく1番3に偽だと思うので1番3に入れるかなうん,うんで1番3黒でしょ相も変わらず2番3が黒だと思ってるけどね相方でやべこの発言消しちゃった間違えてそうだねうん でもまあその思考ロックっていうか、まあ、2番さん釣りの盤面じゃないのこれは、うん、8白なら絶対1番さん1番さオオカミで、うん、5番さんが地上する理由ないもん、うん、1番さんに入れます七番のプレイヤーは発言して,発言してくださいうんまあ6番さんの言った通り5番さんがえっ、ー、と6番さんの言ったことで納得できるのは5番さんが噛まれていることから 5番さんが、えっと、5番さんに関しては、視点的に信教だと思う。5番さんに関してはね。うん。5番さんが狼で、地上をするメリットって8黒、5八ロ朗じゃないとなかなかないから、自分は9番さんから投票しますかね。えー、だから5番さんが信教で見えることから、9番さん視点って1黒ぐらいしか落ちないと思うし、もし1番さんからっ言ったところでね。うん。9番さん、狼だって った場合って1号が信境になるから1番3は残していいと思うしまあそれがいいと思うけどあらがのあえてあうん1番3の占い結果を知りたいな次のっていうところから9番っていうよりか1番から先に釣って落ちる情報って9からの1黒ぐらいしかないと思うから9が真だったとしても偽だったとしてもだから自分は9釣りますかねこを心境で見ることから かなちょっと難しいですね。5番が狂人で遅れて出てきたっていうのも全然あり得る。で、し占いが信教でベグされたというのも十分にあり得る。その場合って9番が黒になるんですよね。その相方軸の見方は難しい。投票でも特にないしね。ああ。今日は9番から投票。また明日の襲撃先。 一番さんの占い結果等で考察を深めたいとは思っています。八番、のプレイ、発言してください。いや、一番人狼で五番が死んだと実際思っているんだけど、あ僕があの各種なんで言っとくんですけど、カリウダなんですけど、あのー、そうだな、七番さんマジかって思った。七、ま、番、あ、じゃない、六番さんが。ワンちゃンマーリン。一応、ね、残すことによって、まあ、た万能足りるわけじゃないですか。そうだ から、えー、あまああるぞこれあで,も4番でシーンをつっていて、1番さんが実際死んだったってなったらやばいのか。あでも5番が偽で構ってるか,別ののか。ずられにくか。あ、じゃあ、足りるね。何が足りるよな。足りるから、そうそうそう。1番,りじゃあ、ね、1番残すっていう7番さんの,その発言はをつてい。あ、まあかもよって言った方がいいのか。これだからそこで見えてくるラインとかってあるのかなと思ってるし、実際1、2、うん終えるからってなってくると、あそうだな。まあ。 今日9から行きたいなとは俺は思ってるからかうん7番3白いんだよな9番のプレイヤーは発言してください信仰的には私を釣るのは正解かもしれないがでも一日でも早く人外は釣るべき1はオオカミでね私を残しても1黒しか出ないってのは確かにそうなんだけどでもオオカミって話し合いがあるんだよね夜の話し合いの 時間があるんだよそれをね一日でも早く消すっていうためにも1から釣った方がいいと思うよ。で昨日の4の遺言はさ何で自分釣られたの自分釣られたのしか言ってないよね。全く狼探す気がないよね。ところで昨日の、えー、発言の補足になるが2を黒で見たりは6は、えー、2への、えー、っと精査がまっとうだった7はね確かに意見は食い違ってはいたがでも7はただの説明不足だと思ってた。 3に関しては1周目はすごい1番最への指摘は良かったものが2周目はちょっと微妙だったね。まあ、12か13だと思うけど、まあ1な7すごい露骨に私を釣ろうという流れを作ったしね、12で。12だと思ってるよ。今日1から釣った方がいいよ、絶対に。話し合いの時間は、あの、避けよう。 2から言ってもいいって言ってもいいのか、それだったら。決まったんださい。質明不足という考察が9番から出たが、その場合2にも当てはまると思うんだが。2番ってなぜ1周目のあの発言しかしてないのに SG に勝手に上がってくるのであろうか。2番っていうのは SG に上がる要素っていうのは1周目それほど落としてないと思うんだが。プラス、 あの、よくよく考えてほしいんだけど、8番さんに。2番の要素拾ったのって、上げ足要素拾ったのって67じゃないですか。で、現状6を黒く見ていたんですが、6番が狼であれば、あそこまで信念通して突き通すなんていうアホなことはしないと思うんですよね。さてから、えー、っと、現状7番白く見られていますが、別に白くないと思うんですいか 7番っていうのは14の新郎新郎を追いましたがあなた視点5が真じゃなかったのですかプラス新郎新郎を追うのであれば1が4を囲う必要性が全くないのですが91でも成立しますし14でも成立しますがなぜ私が4に囲ったから黒という結論になったのでしょうか打点から7番だと思っている5はどう見てるのっていう考察なんですけど これだけ言っても納得してもらえないんから5番が噛まれてる以上納得いかあのー、そういう考察が出るのはなんとなく察しはついていたが気づいていただけないかな 2>, 2番のプレイヤーは発言し日の2位以内の動きかなこれ17だと思うんですけどね<う> 1>, 1番さんがもし生き残ったら7番さんに白打つ予定じゃないですかね、うん で8番さんが占ってた理由を言ってない、各し朗読作りたかったからですかね。えー、僕、そうですね、えっと、新郎新郎で見たら6が教授に見えるんですけど、新郎新京で見た場合は6は、えー、村人に見るんですよね。うん、だから7番さんが新郎新郎で追わせたかったのはグレーから行かせたくなかった。えー、7番さんに違いがローだからっていうのもあるんですよね、うん。2番が疑われた後にグレーから行くっていう流れになって、えー、7のローもあるんじゃないかって思われるときつかったから。うん だから1か、えー、そうですね。る進路進路ではないかって、えー、発言を始めた七番さんも怪しいかなと。僕は進路進路も強進,進路もあるかなとは思っていましたが、う三、ん、番さんが一番発言落ちい,いところですが、一番さん次七番さんに白出す準備しているところから一番さんのろうかなと思います。一投票します。以上です。一ローかなと思ってるって言った今。3> 3のプレイヤーはこれ一二もあるか。一二回ってそんな感じでするよね。一二回今の。 ごめん、ちょっとね、もうわかんなくなっちゃってきてね、うん、でもね、1番さん、今の2番、2番、2番、2番ってずーっと言って、最終的に7番さんにも若干のこう、ヘイトを向けてるわけでしょう。確かに2番さん目線17で置いたい気持ちわかるし、俺目線もね、7番さんが白すぎっていうのは一つあるんだよね。7番さん、どう考えても8番さん、狩りって言ってたけど、それ以上に白いからね、ちょっとそれは怖い部分ではあるけど、2> 1, 2だなここは1番さん。 一番、結局さ、みんな言いたいのはさ、9番さん黒出しても、次9を釣るのかどうかっていうのが、ちょっとみんなも分かんないんだけど。んーでもやっぱ、1、2回、1、7でしょ、どう考えても。あの1、7っていうのは結構薄い確率であるけど、俺はもう1、2かな。薄い確率で今言ったとおり1、7だけど、今日は1番さん行く。ん9番は釣るのっていう感じ。投票を始めてください。おらじゃないべ。 1>, 1番のプレイヤーが選ばれました。釣られた方が良かったけどな。<laughs> 1>, 1番のプレイヤーは発言いやあ,のあのさ、1号の発言比べてほしいんだけど、5番って新名取るような発言してました。全然新名取れてなかったですよね。なんか5番っていうのは50秒余りにも当たって。 でひたすら私強人じゃないですよ。1番視点おかしいですよって。それ以外にも発言あると思うんですけど。これで5が噛まれたから15一比べて1が偽って終われるの非常に不愉快なんだが。が、が、が。私先ほど7番が黒いっていうふうな発言をしましたが、訂正させてください。7番は白いです。7番視点だと、 えっと、私が現状7番黒いという風な発言を落としていますので、私からうなわ占われるんですよね。おそらく。7番視点だと。であるから、黒打ってくるなら黒打ってこいと。白なら、<や>お前が真なら白だ。っていう風な発言で9番に入れてるんですよね。そういった点で7番は白いんですよ。しかし、しかし、しかし、しかし私に入れてるのは236です、ねでもなえっと発言め全部ひっ切らなった方がい,いでしょ。2番さん。 あの発言何なんですかっていう話なんですよ。私の偽予想、17っていうのは薄すぎませんか ?2 点から2番だというふうに思っています。っていうふうな発言を落としますが、正直2番が狼で17を負わせるほどの技術力、あのー、 アホな考察を落とせるのかっていう点で疑問に思っているっていう考察を落としたかったのだがク黒でいいでしょイチク黒でも勝ちまあ釣られる1黒でも釣られる可能性は十分あるから釣られに行く必要はないんじゃないああ、うん、これ8ヤまだったらだるいなあえー、けどまあ角ろと狩りの入れるだけだからそんなだるくないか蜂紙が通れば一番楽だけど 8は僕守るだろうから8紙しかないあー、まあまあまあ回ってもまあ別に問題ないかいや噛まれない噛まれない隠しろでアー回してもまあパリードと隠しろだからまあそんなに。 さっきはね、グレーからアーマー出てくれたから超ラッキーイージーゲームになったけど6番アーマーだと思ったのかな七番 のプレイヤーは発言してくださいまず、うん、なんで一番投票なんですかね一番が死んであろうと、偽であろうと一番残してみたくないですか結局9は1黒ぐらいしか見えないですよ、はい、この進行取った以上も9釣らなくてもいいかとは思いますけど、ね、いいぞいいぞ。そうだそうだ。それを狙ってたの。昨日1番釣るならもう一番偽の決め打ち進行でしょ じゃあ今日グレーいきますか、うん、確実にいる村が236の確実にいる村お2人が1番に投票したっていうことはもう決め打ち進行したいって言いう意こうでしょうじゃあグレー詰めます97ローローは見なくていいでしょうじゃあ私視点は9と23ローロー9と23の狼ピアもあるかなた6髪つ きついなその線も消したかったが6の黒のリアルと1も2番さん釣りたいですかねうん9と1どちらが狼だったとしてもライン型あもう2が黒じゃないこと願うしかないよな釣りたいかな発言的におかしかったですね矛盾があるのは今日9番釣ってもどの道明日は自分は2番に投票すると思うので今日は2番に投票します2番さんの発言のおかしい点はわざわざ上げる必要ないと思うが 7、ね、で会ってくれ。7で会ってくれ。初日からの振動振動を追っておいて自分釣り飲む発言とかかな。まあ、分かんない。この村の進行がよく分かんないよ。自分は。合ってるよ、7番さん。うん。今日は2番さんと表します。この進行を取った以上も9進決め次いいかな。8番のプレイヤーは発言してください。 ね、ちょっと待ってもらっていいか。7番さん、いきなりあんた黒くなったんだけど、ちょっと待ってもらっていいか。新郎新郎ってな、あんたもだよな。だったら9番残すっていう理由わかんねえんだけど。ちょっと待ってもらってよ。俺、カリで隠し料残されてるってだいぶミスってるんか、俺。これ、いや、9から釣るだろ、普通に考えて。うん。この進行取った以上、だからこそ9番進めるんじゃねえの。2番さん、初日のあれ以降ってそんなに怪しいとこなかったんだよな。7番、今、今になって。 でそれ聞いて急に怪しいんだけど、ちょっと待って。あ,あ、マジか。ああ、それだったら。追加したから最後まで喋りたかっただけなんかもしないけど、なんか発言がなんかトゲトゲで、なんかこのままねえ、2番釣って、本当に9が黒で相方守って終わるとかって思ってる。新郎新郎見えてないとそんなわざわざ終わらないと思うんだよな。でも新郎、礼儀でローが出てくるってどういう神経してるって思うんだけど、今日9から行くよ、俺は。 9番のプレイヤーは発言してくださいいやいやいや、新郎新郎また追うの新郎新郎追うんだったら明日でいいじゃん。八番さんどこを強人で見てるかっていうその視点も欲しかったけどね。だいたい六番さんがあって強人って感じじゃないの村の味方としては。だったらいいじゃん。明日釣ればいいじゃん、私のことをローって見たら。それだったら担わす方がいいよ、グレーに。絶対その方が強いよ。私、新規ン決めて昨日一番さん行った時点で絶対グレーを あと2回詰めるって進行の方が絶対強いっていう7番さんの主張だと思うよ。で、2番さんに関してはさ、新郎新郎って自分の、えー、自分釣り飲む発言をしたのと、あとさらに昨日ね、誰も拾わなかったけど、1番さんのことを黒だと思ってるって言ったんだよね。いや、もう黒確定でしょ。明らかに。だって5噛まれてるわけでしょ。どういう視点なのって感じだよね。ワンチャン25の24紙もあるのかなと思った。地紙もあったから、だから1番さんのことを思ってるっていう発言したのかなと思った今日2釣りがありえないよ。うん。 っいうところかな。あとはまあ一番さんは結局五番のこと何で見てるのかっていうの分かんなかったからね。あ違う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 わ。二五ないないない一黒だったから一二だね。混乱したね。うん。まあ黒だったかまあ一番ハスはそういっか。うん。ところかな。まあ三番もちょっとななんか昨日になってあやふやした感じがしたから。 どうかなとも思ったけど、まあ、にずりでいいんじゃないうん、12がやっぱ同時にしか思えないしねところかなうん決めつりでいいんじゃないうんグレイに7つか。おうせっかく昨日1つったんだから今日は2ずりでいこうところかなうん2番さんからこれからめちゃくちゃ白い剣があったら別だけど2ずりでいいと思うよ相違で 2>, 2番 のプレイヤーは発言してくださいいやもうこんなん7級以外の何者でもないでしょ。<laughs> こんなんもう7級確定でしょ。5強、1シ、えーン、4シーンかな。うん、7級以外の何者でもないと思います。なんで2番から行くか、うん。意味がわからん。9番さんの生き残ろうという姿勢ねで7番さん。現ろうないいんじゃないか出現広なひう<じ>なで9番さん先ほど盤面見えてなかったから2号なんて言った。うん、そうですよね、うん。完全に盤面が見えてなかったからなんですよ。はい。 例能としての。うん、あれは失言かなっていうか、うん、例能なら完全に分かりきってると思う。うん、例能じゃないから分かりきってなかった。今日は安定に9番されるから行くのが安定。やっまっその後三3か7の審議やけども、僕は7でロックしてるから、うん、7の発言があまりにもおかしいかな、うん、いや、完全に7はもうこれ9が残ってること分かってるから79しかない。だから9いきます。今日9です。以上です。3番。 のプレイヤーは発言してくだオオカミ、そして相方が兄さん結局一番さんのことを今日で見てるわけだよね。でも、なんか決め打ちしたいからって言ってたってことは、九番さんは何で見てるのローで見てるの今日で見てるの死んで見てるのっていうことは、 なだまさんの口から9、狼塾で考えて、2、3っていうのはないかん、ないと思うんだけどね。うん。今日は9から行く。確かに2番さんの言ってることはもっともだけど、多分やっぱね、やっちまった。2週目と2日目。うーん。それなり気に黒いとは思ってるけど、これちょっとヘイトコスさしてるから、俺もね、ふざかれると思うけどち、ちょっと待って。ちょっと待って、考える。いや、9から行くよ、9から行くよ。 ただ、次の人、絶対これ、八番さん噛まれるわけでしょう。正直ね。そうすると、もう、七二三の殴り合いなわけだ、単純に。やっちまったさ。さっきの七さん八番さん言ってたけど、ね、どう考えても、九を狼軸として、二三が相方で考える。一番さんの、じゃあ、番さんじゃない、番さんのその黒を出した意味を。ああ。 今の2番さんからは黒い要素は拾えなかった。ただ、7九、ああ、そうだね。なくもねえけど、9バさんってマックス強人でしょ。2番さん。だとしたら71でしょ、単純に。ああ、ちょっともう分かんねえ。 いやこれもとりあえず九入れる九入れるよ俺は遺言,言無言でいくかこれ79追わせるかこれ逆にあえじゃないべ。もう遺言,言な何でもいいからなもうロラ捨てるし私の打ち上げどうでもいいからな濁らせた方がいいだろうからおっいたーったあっしゃかった マイツーナイスカリード 2> 2<番>おっしゃ <laughs> よかったーやか危<か>ねーえと、ー、でもまだ終わっていない。うん、じゃあ僕、九が死んで七が6にかけるしかないですかね、これは。うん、マジか、九強靭か終わった。いや、だからね、えー、僕は九七かと思ったのは、えー、と4番さんを使用したのは最後の方の発言順ですよね。七 <laughs>、えー、番ん。 7番さんが4したことから7級のラインっていうのもあるかなと思いましたね。ね強人しよう。マジか。9強。ってなると、9強一郎。いや、5がろうか。5がろうはまずないか。なるほどね。もう8噛んで、8グッズボーキても大丈夫だからな。8噛めよ。わかりました。8番さんと3番さんで若干意義が違う。どっち噛まれるか。 か、うん、楽しみですなしかもしれません以上です7っぽいなこうなるとねえナイスー八番さん2番投票いやマジで出現しちゃったに普通に強人目線で25あるかもと思っちゃってそれ言っちゃった <laughs> これ地上あるんじゃねえって思っちゃった1に黒出しておきながら 素直に言っちゃったやぶねえまあ強靭アピールしてただけだからねあえてねあえてあえて強靭アピールしてただけだからかまないでくれよ頼むかまないでくれ あえて強靭アピールだからかまないでくれよ4人生存になったら,昨夜らあたら昨夜らあオッケーオッケー8番9番のプレイヤーは 発言していや、危ねえ。一番さんのこと黒って言いながら二号追っちゃったよ。もう出現だね。まあ、強靭アピールとして取ってほしい。私、強靭だから。うん。よかった、私、かまれなくて。いやっぶねえ。マジ出現したの。二番さんに拾われて。<laughs> 終わったーと思ってたんだけど。まあまあ、最悪釣られてもよかったんだけどね。うん。まあ、自分投票します。どっちが相方か分かんないから。うん。自分投票します。私、絶対投票でお願いします。狼陣営残して、勝ちとかじゃなくていい,い,いから。 自分に投票できるからね。で、オオカミさんはどっちか知らないけど、私に投票してください。はい。よろしくお願いします。絶対変えないで。私投票ね。急投票、急投票で。よろしく。で、自分がオオカミであること明かさなくてもいいよ。私が真を追うんだったらね。何も言わずにもう回して、私投票でいいよ。いや、危なかった。マジ失言しましたね。すいません。ヒヤヒヤさせたと思うんですけど。お疲れ様です。3番のプレイヤーは発言してください。 と言いつつ9番さんが狼っていうのもあるしたださっきのやっぱ7番さんの言ってたことがどうしてもまだ引っかかるよね。9をローで考えて23どっちか相方で。ああ。 いやー、まあ、狼目線わかるからじゃあ何なのだねこれ。七番さんは俺に入れる？九に入れる？正直もうわかんねえもんだって。九番さんがロー、なんだう今日を予想したのか。狼目線は分かってるはずだから。七番さんが単純にローなのか。分かんねえもん。一七か。何釣れたんでけえ。一二追いまくってよかった。<投>うん真ん中の地だからね。じゃあ俺投票しないっていう風に言おうよ。投票しない。今回は一旦見送る。 投票しない理由なんてないんだよ。発言してください。自分三番に入れますよ。うん。大体進行として、おかしいんですよね。一のシーンを追うなら、どの道番、え、なにこれ。どっちなの9番を、残すって九番のシーンを、追わないと、二日目で九番を残すって,て 1> ないわ、を追わないと1本は残って、下ろったらいけないんですよ。あれ、狼にしては分かってるは、ね、番シーからって、5が噛まれて、心境、えっ、ー、と、 五八白からの五が噛まれてます。だから、五が心境ぐらいしか見えない。からあ、待ってこれ負けるのか、今日しか落とさないのに。九番残したところです。あれ、二日目に九番を釣らないってことは、もう、これは九番新決め打ち進行を取っているようなものなので。なんだ、な,なん、の演技だ。ね、二日目の時点で9、九が狼の場合もある。から、っていうのもある。から待って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 。大安定。行動だったのに、一番占い残し。例の。 ね、まあでもそれでもいいか。三七がお互い入れても二番が村二番村でしょ。お,いいうお互い入れても決戦とかで大丈夫か。思いますよ私は私が間違ってるのかな。一票一票一票でいいか。何の茶番だ。一三狼人九死人ぐらいに賭けるしかないかな。僕僕が自分,は自分に投票する前で僕以外の人は釣られないから大丈夫か。自分投票すればにっどっち,みち分かるか。六かまれてるし九一狼人辛九一の辛労辛労。 っ人なんだこの演技はえと警戒してるのかな ?3 日目 ?2 日目か ?3 日目は5番しかないでしょ、巨、ね、人っちゅう最悪2連続夜来ても紙で勝つか。かか投票しかない9番にかけて、まあ、9番巨人だったら負けですね、失言をしてましたし、でもどの道ち9番釣ったところで2、3のランになるからか、1, か投票しないは意味がか,か,かったんだ。ああ。敗因は2日目9番釣らなかったことですかね 初に私は選ぶのですか一三か。自投票できるのほんまダメだよな。番のーおお、3番か。一三だね。ゲーム終了オッケー。 GG。いや、よかったー。まあ、あえてね。あえて出現したんで。僕のあえての出現で価値が見えたかなね、これは。うん。譲りだね、と。<laughs> <laughs> うん。ありがとうございます。いや、でも僕、釣られてたら、悩むのは多釣れなかったと思うんだよな。ですよね、多分ね。僕、釣られたら多分ね、僕、釣られたら、 釣られたら1っつって2釣りかいやどっちみち勝てたかあ守り先6五へはあ六6五へへえー、7五へどっちみち勝てそうだった2釣りが入ったから。 そうね3クロはなんかあんま追ってなかった感じしたから2は7であったしねいやー上手でしたね3番さん1番さんもね神先もよかったね GG グッドゲーム